伊藤サンタです。ケータ来い、どこ行く、どこ行く、長いね。よいしょ。柿行ってるよ。今日は寒いけど風がないからまだいいかな。温度計、温度計は1度、気温1度。まだしっこしてるの、健太。行くよ。来い来い、つけつけつけ、健太、よし、よしよしよし、よしよしよし、積雪はほとんどなく、今日は除雪しなくてもいいかな。昨日息子と一緒に、準備中のキッチンの壁アルミ板を1枚貼りました。次は、カットしてもう1枚上に、カットっていうのはこの角の部分がね、出っ張ってるんで、そこをカットしてやんなきゃいけないなっていう状況です。まあ初めてにしてはいいかなと、息子曰く70点という出来の仕事でした。地道に続けたいと思います。じゃあね、タビちゃん。よいしょよいしょ。はいはいはい。よいしょよいしょよいしょ。風があるとやっぱ手が冷たいね。おっと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 。はいはい、おはよう。よし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 。おはよう。はいはい。また後でね。よいしょ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 。
さてさて、今日はここから運搬して外仕事だな。よいしょ。なるべくねこの土地に長くいるようにして、今は週に1回町に降りるというようなことをルーティーンに暮らして、毎週木曜日がその日です。それにねまとめて町で買い物やら銀行やら、そうだ、 YouTube もアップロードは毎週木曜日です。あ、もろもろと、ことをやって、意外とね木曜日の方が忙しくなっちゃったりね、一気に全部片付けようと思うとね、まあ、忙しいのはもうそれがまた日常になってきたな。40代ってこんなもんですかね。子育てに仕事に趣味に、まあでも末っ子がね幼児じゃなく小学生になったんで、育児はだいぶ、自分のことが自分でできるんでね、手がかからなくなったかなと。それに伴って今度はまた違う問題が出てくるんですけどね、まあ、経済的な問題もしっかり、長男の思春期も迎え、いろいろと。でもね自分のことを振り返るとね、なんか真っ当なこと言ってもむずがゆいというか、自分よりはマシだなって思うばっかりですね。ケンタ帰ってこないな。ケンタ、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 来い。どこまで行った？ケンタ、来い。どこ行った？あ、こっち来た。はい、来い来い、来い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 。ケンタ来い。ケンタ来い。来い。お座り。